平野紫耀ハイブランドを着こなしたオフショット公開。人牛自由多との2ショットも、日本の歌手で俳優としても成功を収めている平野紫耀が、ファッション愛好者とファンにとって喜ばしい驚きを提供しました。2023年10月3日、彼は自身のインスタグラムを駆使して、高級ファッションブランドのルイヴィトンなどを堂々とまとったオフショットを公開しました。 この魅力的なフォトセットは、彼のファッションセンスと魅力に対する熱狂的な反応を引き起こしました。今回の記事では、平野仕様の最新のオフショットに焦点を当て、その反響と、神宮寺勇太との2ショット写真について探求してみましょう。ハイブランドの魅力。平野仕様は、日本のエンターテイメント業界で名高い存在であり、そのスタイルセンスも際立っています。 彼は常にファッションの最前線に立ち、高級ブランドの服を堂々と着こなすことで知られています。彼のインスタグラムに投稿されたオフショットは、彼のファッションセンスと魅力を唱えるものであり、多くのファンから熱い支持を受けました。最新のオフショット。 今回のインスタグラム投稿では、平野氏洋画、が、エルメス、ィバンシ、バレンティノなど、トップハイブランドの洋服を着こなしています。これらの写真は、9月に撮影されたもので、彼が撮影の準備をしている様子や、クールな表情を決める姿、さらには、神宮寺由太たとの2ショット写真が含まれています。神宮寺由太たとの2ショット。 特に注目すべきは、神宮寺雄太との2ショット写真です。平野耀と神宮寺雄太は、共に日本のエンターテイメント界で非常に成功を収めている俳優であり、彼らの共演は多くのファンにとって夢のような瞬間でした。この写真では、彼らの友情と協力関係が現れ、ファンを魅了しました。ファンからの反響。 この素晴らしいオフショットセットが公開された後、多くのファンからは熱い反響が寄せられました。平野仕様の魅力的な姿勢とハイブランドのファッションに対する賞賛が相次ぎ、ファンコミュニティは喜びに包まれました。SNS 上では、可愛い,いし、かっこいいし、たまらん、最高、超嫌し、かっこよすぎてしんどい、といったコメントが目立ちました。 彼のファッションセンスと魅力は多くの人々にとってインスピレーションの源となっています。ストーリーズでの投稿。オフショット写真だけでなく、平野紫耀は同日にストーリーズでの投稿も行いました。彼は椅子に座ってくるくると回る動画を公開し、オフショット見てね、ん、というキャプションを添えました。 この動画もファンから大きな支持を受け、可愛いから、潮君が潮君らしくて好きから、などの声が届いています。平野潮の最新のオフショットは、彼のファッションセンスと魅力を称賛し、ファンを魅了しました。ハイブランドの服を着こなす彼のスタイルは、多くの人々にとってインスピレーションの源となっており、 彼の SNS 投稿はファッション愛好者やファンにとって楽しみの一つとなっています。また、神宮寺勇太との2ショット写真は、両者の友情と協力関係を唱え、ファンにとって特別な瞬間となりました。今後も、平野紫耀のファッションとエンターテイメントに対する情熱を楽しみにしています。